Hi, I'm Yoshi, number one groundsma in Japan. いやみんな、試合がなくて暇だろう。というわけで今日はちょっと芝の勉強をしよう。さて、名カメラマンの佐藤くん、芝を英語で言ってみてくれ。グラス。そうだ。しかし、芝を表す英語は他にもあと2つある。ゆえ。ちょっと難しいですね。はい、芝を表す英語なんですが、グラスの他に、ターフとローンという言い方があります。まあ、ローンも、ターフも、まあ、いわゆる整備された芝地のことを言いますけど、若干ターフの方が、まあ、競技向けのグラウンドに使ったりします。なので私の職業はターフを管理する、まあ、ターフの芝を飼ってるみたいな言い方を出します。なのでその管理された芝でやるクリケットは、ターフピッチでやるクリケットということになります。でローンピッチやグラスピッチとは言いませんね。ターフピッチと言いますね。で反対にですね、この人工芝でやるクリケットは、コンクリートではなくシンセティックピッチと言いますので気をつけてください。これ海外でやるときにコンクリートでやってるよって言うと通じませんので、気をつけましょう。コンクリートって道路のやつじゃんって言われますから、みんながよくやってる人工芝のクリケットはシンセティックピッチでやるクリケットですのでお忘れなく。Study with T. Bye. 最後まで見てくれてありがとう。そんな君にグランズマンからクイズを取材してやろう。正解は来週のグランズマンビデオでだ。正解者にはそうだな、君がプレーするグラウンドの芝をちょっと短く刈ってあげよう。普段より5ミリ短く刈ってあげよう。ボールが転がるぞ。さて今週のクイズは、日本で初めて整備された芝で行われたスポーツは何でしょうか。せいぜい考えるがいい。さらばだ。